雀遊戯王麻雀遊戯ヒストリー後半戦さあ、その方の方にご自身の年表を書いていただきまして、その俺たちの生き様を教えてもらうという企画、こちら後半戦です。こんにちは、ゆみくんです。そして今回年表を書いていただくのはもちろん手塚咲プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前半を終えまして、はい、今のところどんな人生だったかというと、好きな子を探して長崎に飛んだという。そうですね、はい、北海道で生まれて反抗期を得て高校は長崎という状況になっております。気になる方はぜひ前半の方を見ていただきたいと思います。さあ、そんな咲久さん、後半でどのような人生を歩んでいったのか続き書いていただきましょう。はい、長崎に行って、はい、実家が神社なので、はい、神主の資格だけは取ってほしいって親に言われていて。なるほどなるほど。で、大学は東京の国学院大学に行きました。はい、国学院大学。国学院大学でも、はい、別科神道専修二類という科に行きました。はい、なるほど。どういうとこかというと、はい、昼間は神社で実習しつつ、はい、夜学校へ行って神道の勉強をするという科で、はい、2年で神職の資格が取れる。取れるということですね。なるほど。じゃあもう本当に大学の勉強というよりも神社の神主さんとしての資格を得るための、資格を取るためだけに行きました。ここでは好きなこととかできました。できました。やった。常に色恋常にちゃんと色恋がある。はい、でここで、はい、やっぱ親としては神社に継いでほしいと思ってたんと思うんですよ。そうですね。でもお兄さんがいらっしゃったけど滝さんを継いでほしいっていう意思が、いや違います。継ぐのはお兄ちゃんなんだけど、私もどこかの神社に継いでほしいみたいな。なるほど。嫁ぐために。そう。なるほどなるほど。そういうことですね。うちのね、家系が、はい、お父さんも、9人兄弟なんですけど、はい、各地方のこう神社にいるんですよ。はい、すごいですね。だから割と神社の家系で、多分神社に嫁いでほしいと思ってたんだと思うんです。なるほど。なので、まあ、同じようにご自身 の, お子さんたちにも各神社の方でちょっと職ついてほしいとか継いでほしいっていうのがあったわけですね。やっぱここに入ると神社の息子とか継がなきゃいけないから、はい、近く大体神社の子供がここに入ってくるんですけど、はい、国学院大学ね。そうか、まあ、そうです。確かにそうです。同じ人たちが集まってくるんですね。そうそう、たまに神社の子じゃないけど、はい、神主になりたくて入ってくる子もいるんですけど、はい、まあ、大体が神社の子供だったんですよ。なるほど。まあ、私のいる時はですけど、ね。はい、まあ、2世が多かったですね。そう、はい、で、まあ、神社の息子と付き合いましたそうです。まあまあそうなりますよね。はい、神社の息子ですよね。はい、お互いの実家の神社の大きさでのマウントの取り合いとかなかったですか？いや、そういうのはないんですけど、はい、うち元旦に何人お参り来るけどみたいな。なかったですか？大丈夫ですか？大丈夫です。うちはもう圧倒的に負けてるんで、田舎の神社なので。あ、田舎も田舎なので、はい、でこの人鹿児島に住んでたんですよ。はい、鹿児島の方。鹿児島に住んでて、はい、ママと結婚するみたいな話にもなり、はい、なるほど。まあ、はい、お互いね、恋愛してますし、まあ、家的にも家的にも、まあ、万々歳ですよね、神社で。そうですね、はい、でも夏休みとか、はい、挨拶に行ったりもしてたんです。展開が早いですね。2年で終わっちゃうんです。あ、そこだ。2年のうちに決着つけなきゃいけないからね。そうそう2年で終わっちゃうの。2年のうちに、はいはい、まあ、嫁見つけるなりして連れて行ったりとかしてしなきゃいけないんで、1年目に挨拶に行ったんですよ。平和早っ。もう1年目入学しましたもう付き合いました。付き合いました。その夏休みで挨拶ご実家に行ってます。遊びに行くって、はい、遊びに行って、あ、もしかしたらここの嫁になるのかなって思いながら、うん、なんかそうなりますよね。で、そしたら2年目の夏に、はい、この男の人の浮気が、はい、なるほど、神社の息子が浮気違う神社と。これは神様も許しませんよ、そんなことしたら。違う神社じゃないんですよ。あ、違う神社じゃないんですよ。神社の娘じゃないやつ浮気。これは神様許しませんよ。同級生ですね、多分。2年目の夏は一人で、はい、鹿児島帰ったんですよ。行ってる間に同級生と浮気して、はい、なるほど。その高校時代とか地元の同級生ですね。はい、まあ、でも分かれなかったんですよ。なるほど。向こうの浮気が発覚したのに坂さん分からなかった。すごい、なんだろう、やっぱ好きって言ってくれてたし、はいはい、あ、好きなんだろうなっていうのがすごい伝わってきてたので、うんうんうん、気持ちはね、分かってた。そう、分かれなかったんですけど、はい、すごく、いや、気持ち焼きだったんですよ、この人が。向こうからですか？そう。浮気しておいて。そう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 。いや、気持ち焼き、はい、新入生歓迎会みたいのをやった時に、はい、私が新入生の男の子と仲良く話してたと言って、
帰りに、ハチ公前にある松木雄の前だったんですけど、打ち切れて、渋谷の松木雄前で。そう、仲良く話してただろうみたいな感じで、打ち切れられて、ポンって殴られたんです。路上で。路上で。はい、でも酔ってるからこういうことやってくるんだろうと思って、目を覚まさせようと思って、はい、殴り返したんですよ。さあやる。よかった、松木に包丁打ってなくて。はい。殴り返しました。パンと。殴り返したら今度はグーで返ってきて。おっとラウンド3。で私はそこで鼻血出て、はい、そしたらなんか多分周りで見かねた人が、はいはい、交番近くにあったんで、はい、交番からお巡りさん呼んできてくれて、事、はい、なきを得たんですけど、はい、もうダメだこんな暴力を振るう人は。まあそうですね、浮気するわ、やきもちやこの暴力振るわ。でもうこの人とはもう別れようと思って、はい、そこで別れを決めました。決めたわけですね。でまあ卒業しました。卒業しました。別れてね、卒業しました。よかった、卒業できてよかったです。もう卒業するんですけど、はい、まあ、神社にも嫁がないことになったし、ね、やりたいことがなかった。資格こそ取ったものの、 そもそも神社には嫁ぎたくなかった。嫁がなくていいんだったら嫁がねえよ。そう、はい、もうとてもなんだろう、小さい頃からこう神社に育ってきて大変なのが分かってたから、はい、私は神社の嫁は務まらないと思っていて、まあ、卒業して何にもやりたいことがないから、まあ、アルバイトをします。たくさん、はい、このアルバイトは東京でされてるわけですか？あ、そうです、うん、もう東京で、もう大学のために東京に来て、はい、東京でアルバイトをされてるということですね。ここでやっと出てきました。よかった。別れてなかったよ、マージャンに出会わないまま新職ついて終わってましたね。そうですね、ここでマージャンと出会いました、はい、出会いました。これジャンソーさんでバイトしたということですか？そうです、私の最初にバイトしたお店が、はい、ラブラブボンバーっていう名前のお店だったんですよ。面白い名前ですね、ラブラブボンバー、はい、で新規オープンで無料のバイト雑誌があったんですけど、はい、よくありますよね。そう、うん、そこにずっと載ってたんですよ、ラブラブボンバー。そう、ラブラブボンバー、ラブラブボンバー店員募集だっていう。そう、はい、まだ人集まんないんだと思ってまた載ってんじゃん。そう、また載ってんじゃん。で、あの面白い名前だから結構目を引くじゃないですか。まあそうです、確かに目を引きますよね。まだ人集まんないんだったらちょっと行ってみようかなと。で、面接を受けて、はい、でね、ここはね、その当時流行ってたギャルジャンです、はい、ギャルジャン、ちょっと細かく教えていただいていいですか？ギャルジャンが、はい、スタッフが女の子しかいない、全員女の子、ギャルジャンの走りですね。全員女の子で構成されてる、そう、ジャンソーさんがギャルジャンと、そう、ね、と呼ばれていました、はい、なるほど、なんかラブラブボンバーという名前が分かってきました。そういうことかと。で全員女の子なの で、はい、で当時そんなね、はい、マージャンできる女の子って少ないので。まあそうですよね、その時代で考えたらまだね少ないんですよね。そうで、私含め、はい、多分ね、いた子マージャンできる子が多分一人もいなくて、まあ、じゃあ全員新規で入った女の子たちは全員マージャン知らなかったと。私も実家では家族マージャンじゃないけど、こう、はい、並べるだけみたいなのは、あったはあったんです、ね、そう、やったことはあったんですけど、はい、全然そのルールとかは全く知らない、はい、なるほどなるほど。その女の子たちを集めて、はいはい、オープンする前に研修をやったんですよ。でそこから、オープンしました、はい、ここで麻雀の魅力に取りつかれました。なるほど、その研修を受けて麻雀も教えてもらって、はい、わ面白いってこうなった。麻雀って面白いってなって、はい、ほぼほぼ毎日麻雀をやってました。なるほど、ここからも麻雀漬けの生活が始まると。これからそうですね、はい、麻雀漬けの生活が始まりました。他に掛け持ちでやってたバイトもあったんですけど、はい、それもやめて、おうおうおう、もうここラブラブボンバー一本絞りました。先ラブラブボンバー一本絞り、はい、ちょうど入ってちょっとした頃に日本プロ麻雀協会が設立、はい、設立、まあ発足、設立発足されました。なるほど、ちょうど働かれたくらいのタイミングでできたんですね。そうですね。それで、はい、どうやらここのプロ団体は、はい、あのメディアに力を入れるらしいと。メディアを意識してますよ。そう、あの当時店長だった人が、はい、じゃあプロに なりなよって言われて、うん、そしたらお店の宣伝にもなるし、だからプロ試験受けてきなよって言われて、お店の女の子とプロ試験を受けに行きました。で、協会に無事合格いたしまして、おお、すごい、はい。一発合格。ボンバー始めて4年ぐらいで体調を崩しました、はいはい、あ、私はここで少し崩されて、はい、これはどういったことが原因だったんですか？これは、はい、麻雀が面白すぎて、はい、もうほぼほぼ休みなくお店に入ってました、はいはいはい、麻雀も楽しいし、うん、でこのお店ラブラブボンバーをこれからチェーン展開していくぞみたいな、
増やしていくぞ、そう、はい、大きくしていくぞみたいになって、はい、私は社員としてここで働くことになったんですよ。そうすると結構負担も増えてきて、例えばアルバイトの子今日いきなり休みになったとか。なるほどなるほど、 その分のフォローもしなきゃいけないですもんね。2年目ぐらいに体調を崩して入院したんですよ、はい、これはちょっと無理がたたったって感じですね。そうですね、はい、でそこでちょっともう無理だなってなって、うん、お店も辞め、はい、プロ活動だけしていこう。なかなかここでプロ活動に絞るというのは結構勇気のある決断な気がします。それまではぶっちゃけあんまりプロ活動には興味がなくて、はい、プロとしてお店で働いてるよっていうぐらいですね。そう、お店の方を大きくするみたいな方が力を注いでたので、うん、プロ活動ほとんどしてなくて、はい、でもその女流リーグだけ出てたんですよ。で1年目の女流リーグで優勝しました、うん、一発目で。ということはもう初代の優勝者ということですよね。あ、そうです、はい、初代。いやでもこの頃は訳も分からずにやってたので取ったんですけど、はい、ちょっと訳も分からずに今もう上の人に言われるがままにいろいろやってました。言われるがままに出て戦って勝ってわーあざっすみたいな感じってことですね、はい、そうですね。でもなんかこの取ったおかげで、はい、モンドさんとか出させていただいたいろんな雑誌とかも出させていただいたり、うん、なるほどなるほど。そういうのもあってのちょっと体調崩したからプロ一本に絞っていこうという流れになったわけですね。そうですね、こんな感じかな。あれ終わった。ありがとうございます。で、はい、しばらくプロ活動してました、はい、でもまだ協会にいらっしゃった。協会にいました。そうですね、はい、まあいろいろあってフリープロになるわけですよ。移るよりも先に要は協会さんを脱退してフリーですよ。フリーです。私フリーですよ。言ったもん勝ちみたいな感じだった。まあそうですね、私プロですよって言った勝ちの世界。フリーとして、はい、プロ活動させていただいてました。なるほどなるほど。なんか一応、はい、その時にフリープロって名乗ってた人が、はい、馬場さんとか。あ、いいじゃないですか。なんか名乗ってたっていうか、はい、フリープロみたいな肩書きで、はい、なんかやってらしたので先に言ったもん勝ちがいたんですよ、はい、だからなんかあ、フリープロってあるんだみたいな。じゃあ私もなる私もなるよってことでね。馬場フリープロってあったら私もなるよ。そうそうそう、はい、いや心強い。もちろんフリーなのでリーグ戦とかも何もないし、うん、まあそうですね、まあ、ゲストを言ってるだけですよね。確かに、まあ、プロとは言ってますけども対局はないと。そう、ないです、はい、タイトル戦とかも出れないし、はい、っていうのでこの期間に、はい、急に出てきた。よかった、出てきました佐々木久人、はい、出会いました。出会いました。初めての神主じゃない彼氏が出てきましたよ。これまた話すとあれなんですけど。はい、大丈夫ですよ、はい、全然聞きますよ。全然聞きましょう、はい、なぜフリープロになったかというか、はい、なったかというんですけど、はい、この前に気候、はい、これは、はい、一応プロ団体ではなかったので、はい、麻雀愛好者、なるほど、麻雀好きが集まる競技団体を広めていこうみたいな団体だったので、はい、ここの、はい、お手伝いをしてましたね、うんうん、お手伝いというかここに所属っていうかなしてたんですけれども、はい、ちょっと分からなくて、まあ、この辺で、はい、でもあの宮城さんですね、宮城さんの紹介で、はいはい、佐々木久子さんと出会いました。そうなんですね、宮城さんがいらっしゃったんですね。いました、あの、ね、ここにキューピッドとして。そう、小手ちゃんとは、はい、あの教会に入った頃から、はい、多分同じぐらいに小手ちゃんもプロになっていて、はい、タイトル戦で一緒になって、うんうんうん、でそこでお友達になって、なるほど、で久人さんを紹介してもらいました、はい、なるほど、ここで出会ったと。でその後に連盟に入られてのご結婚という感じになるんですかね。あ、違いますね、はい、もう結婚していました。結婚してました。連盟に入った時には、はいはい、出会って、はい、多分1年ぐらいで、はい、早かったんですね、ご結婚は。でも一応春夏秋冬過ごして、はい、大丈夫だろう。ワンシーズン、ワンシーズン確認の時期はあって、ワンシーズン確認して、まあ、その間に旅行とか、はい、いろいろ行くじゃないですか、はい、挨拶とか、はい、実家に挨拶とか行って、はい、まあ大丈夫だろうと思って、はい、1年ぐらいで結婚しましたね。なるほど、結婚されてから連盟に入られてるんですね。そう、結婚して、はい、で1年後ぐらいに娘が生まれます、はい、娘が生まれて、はい、ちょっとしてから連盟に入りました。なるほどなるほど。でこの時はフリーをずっとそのまま過ごし、ちょっと私もそろそろなんかそのリーグ戦とか出てみたい、うん、ちょっとふつふつとね、やっぱ麻雀みたい、麻雀をやりたいってなって、ちゃんと、ちゃん
んと矢印で遠くから書いた時に全部かぶりましたけど、いいです、全然いいですよ。日本語の技の連盟の試験を受けて入りました、はい、入りました、なるほど、ありがとうございますそしてね、まあ、現在に至るとそうですね、はい、いや後半もやっぱ面白かったです、良かったですね、本当にあの神道のままに行かなくてよかったですねラブラブボンバーに行けてよかったですね、そうですね、はい、ラブラブボンバーと出会ってなかったらね、はい、まあ、やってなかったかもしれないですね、うん、いやこの急転直下といいますか、こうな20代に入ってからもう後半で麻雀と出会って、はい、急にこう麻雀に染まったっていう、だから珍しいパターンな気がしましたね、その最初から別に麻雀に触れ合ってたわけではなかったという、そうですね、20歳ですね、はい、20歳の時に麻雀に出会って、はい、これはやっぱ知らなかった方も多いと思いますので、この現在にねこう至って、もう皆さんあとはもう知っての通りだと思いますので、そうですね、はい、なんか連絡に入ったところで終わっちゃってるけど、はい、大丈夫です、今いろいろ聞きたかったんですけども、あの盛りだくさんすぎて時間になってしまったのでちょっとここからはちょっとまた改めて聞きましょう、はい、まずはこの連盟に入られたまでの佐々木さんの、はいはい、歴史知ることできましたので、知らなかった方多いと思います。ぜひこれちょっとね、チェックしていただきたいと思います。はい。その上で、久里さん含めて、お二人のことを応援していただければと思います。はい。いやということで、非常に面白い年表でした。はい。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が面白かった。あと、久里さんの出会い方がよく分かった。あと、今更だけど、専門の線に点はいらないなって思った方はですね、チャンネル登録、高評価、そして、スーパーサンクスお願いいたします。ということで、今日はここまで。またねー。